はいこんにちは親の力です関東のある県で塾を経営している仮名として春山さんとしてね、えー、に聞いたお話ですその塾はですね春山さんを含めた5人の先生がですね小学生と中学生を教えているんだそうです以前ねケンタ君これも仮名ですけどねという子がね、えー、小学校の4年生の時から中学3年生の時までねその塾に通っていましたケンタ君は 家でも学校でもね。よく叱られていた子なんだそうですね。なぜかというとまあ、ちょっとこう。だらしがないとかね。忘れ物が多いとか、友達とのトラブルが多いとかね、えー、授業中に集中しない。勉強が嫌いまあ、こういったことがあって、えー、親にとっても先生にとってもね。まあ、言ってみれば、ちょっと扱いにくい面が多かったということらしいですね。で、健太くんの両親はね。あの2人とも仕事が非常に忙しくて。 なんかこう家にもあまり帰ってこないような状態でね、健太くんのことはほとんどねもう放っ放しだったということらしいんですね。でそんな健太くんがですねある日中学卒業以来ねなんと四年ぶりにですね塾に顔を出したんだそうですね。で話を聞くとね高校もなんとか無事卒業して今は専門学校で介護福祉士を目指して一生懸命勉強しているということだったらしいんですね。 えそして健太君はですね、えー、次のような話をしたということなんでね、えー、紹介したいと思います僕はまあ健太君ですけどね子供の頃でいつも親に見放されたように感じていました親はあまり家にいなかったしたまに僕の顔を見るとガミ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 言うだけだしそれに僕は学校の先生にもよく叱られていました。 でも、ねえー、塾に来ると先生たちがいつもニコニコ迎えてくれて嬉しかったですそれに僕の話を「そうかそうかそれ嫌だったなお前も大変だな」っていうふうに聞いてくれてなむ慰めてくれました勉強は嫌いだったけど塾の先生たちに話を聞いてもらえるのが嬉しくて通っていたそういう話ですね で続けてね親や学校の先生に怒られて、えー、むしゃくしゃしていた時も塾の先生たちとおしゃべりしていると気持ちが晴れました。そのおかげで僕は道を外れ,に外れずに済んだんだだと思います。介護福祉士になってからもお年寄りや体が不自由な人が嫌な気持ちでいたら話を聞いてあげられる人になりたいと思います。 まあこういうことをね健太くんが言ったということなんですね。つまりね塾の先生たちの共感的な対応ですねつまり共感力によってこのケンタ君はあ当時精神的な安定が得られたと思うわけですね。それによってですね一人の若者が救われたと言っても過言ではないと思うんですよね。本当はですね親や学校の先生が真っ先にね 子供の話を共感的に聞いてあげるべきなんですけどね。どの年代の子でもそうなんですけど特にこの、ね、思春期反抗期の年代においてはですねまあこうしつけ的なこととかね勉強の成績とかね、まあ、そういうことよりもねはるかにね、もっともっと子供のですね、精神的な安定を図ることねもうそれをね最優先することが大事ですよね。そのために、 はですね、否定的に叱ることはもう極力減らしてね肯定的な言葉を増やすつまり褒めるここととを増やすすなんですよねそれと同時にね子どもの話はねやっぱりねもう本当にこうたとえそれはね良くないよとこう言ったり指導したりする必要がある場合アドバイスや励ましをしたりする必要がある場合もありますけれども。 そういうい、ね、とりあえず最初はね共感的にたっぷり聞いてあげることですね。指導やアドバイスはあたっぷり聞いて共感的に聞いた後にするまず話を聞いてあげることが大事ですね吐き出させてあげる、ね、そのようにしていればね子どもがです、ね、自己否定感に凝り固まって僕はダメだなという風になったりね、えー、他者不信感に陥ってねあの反社会的な感情を高めたりするそういうことはね減るはずなんですよね。 そのためにもね、やはり親とか先生、まあ、子供に関わる大人は全てですけどねもう共感的に話を聞く、ね、肯定的な言葉を送ることの大切さ、ね、否定的に叱るこういう否定的な言葉のまずさっていうものをね、えー、もっともっとね十分あの認識する必要があると思うんですよね。まあここら辺にね私すごいこう使命感というかミッションを感じてねもう、 えー、いつも書いたりしゃべったりするわけですけどね皆さんも是非ねこのこと本当に大事なんでねで思春期反抗期だけじゃなく全ての年代まあ言ってみればねあの大人も含めておじいちゃんおばあちゃんも含めてね全部そうなんですけどね、えー、ということでね、まあ、聞いてくださった皆さん自身からね、あのー、こういう言葉の大切さ認識していただいて日頃からね勤めていただけるといいんじゃないかなと思うわけです。えー、ということで。 今日も聞いていただきありがとうございます今日も明るく楽しく共感的にそして幸せにお過ごしください